わけでございますが、続きまして、ではせっかくなんでございますんで、扇子と手ぬぐいを使いましてですね、仕草、典型的なやつを、落語でよく使う仕草をいくつかやらせていただきたいと思います。まず手紙ですね。手紙を書くときはこの手ぬぐいを使います。手ぬぐいをこう広げまして、こういうふうに置きます。そしてここに、すずりと墨があって、こうすりおろしましてね、でこの扇子を筆代わりにこう使いまして、墨をつけまして、こんにちは、お元気ですか、さようならという短い手紙でございますけども、あとですね、いろんなこと使いますね。こういう手ぬぐいは扇子でそろばんでございますね。昔の落語の時代の電卓、まあ電子計算機、昔の電子計算機ですね、そろばんこう2件開けまして、感情が合えへんな、長面とこれな、ゼリの数がちょっと合えへん、もっぴんやってみようか、なんで来ないなんねや、おかしいな、明日節気やでおい、なんてそろばんになるんでございますね。まあ、いろんな仕草ありますけども、あと植木を切る植木バサミにもなるんでございますね。ちょっとこれ伸びてるな、これ。こない伸びてるとちょっと具合、ちょっと切ろうかいな。ここも伸びてる。ちょっとここも伸びてる。ここもちょっと伸びてる。ここも切ろう。なので植木バサミにもなるんでございますね。あとは釣り竿にもなりますね。くる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 っとこうね、糸を伸ばしまして、針に餌のミミズをつけるんでございますが、ミミズの箱、これをミミズを取り出しましてね、動いとんな、これ動い、ちょっと泥が跳ねた、こうつけましてね、よっ、チャポン、お、来た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 、お、来た来た、お、あ、これ大きい、これ、お、自転車のタイヤやてなもんでね、なかなかうまくいきませんけれども、あともういろんなことを使いますね。お酒を飲むときにですね、この昔一升入る杯があったんでございますが、その一升のこの一升入る杯をこう持ちまして、これも落語試し酒というね、落語で本当にこういうシーンがあるんでございますが、一升入ったお酒、これをですね、と一緒飲んでしまう方が本当にいてるんでございますけども、こういうお酒を飲むシーンかと言いますと、他に芸者さんがですね、こうとっくりを持って旦さんお一つついだりいたしますけども、いろんな仕草に使われるんでございますね。あと焼き芋を食べるというそういう仕草もあるんでございますが、これは手ぬぐいを使いますね。手ぬぐいをちょっとこのなんとなくやんわりと丸めまして、焼き芋をこう半分こう割りましてね、半分は下に置きまして、この皮をこうね、ちょっと剥いて、あざ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 あもったいない、焼き芋食べたりもするんだと思いますね。あとこれはどうでしょうか、西洋の文化ではなかなかね、受け入れられないかも分かりませんけども、この鼻を噛むという仕草もできるんだと思いますね。こう手ぬぐいで本当に噛んでるんではないんですよ、芸の力でございますけども、まあ、こういうふうにいろんな仕草ができるというわけでございますが、続きまして、